言われたっていうのもあるけど、なんかシビアな世界を体験したかった。順位。いや、多分最初は嫌々言ったと思うけど、なんか順位とか席順でなんか分かっちゃうし。うん、そういうの体験した。生徒一人一人に丁寧に接してくれてるので、すごい授業も分かりやすいです。私数学とか理科は苦手だったんですけど、少しずつ伸びてると思います。数学と国語はなんか実感できるほどなんか上がってて、なんかキーワードチェックとかし始めたらもっと点数が上がったなって思います。数学は変わりました。数学は変わった。どの辺変わった。ちょっと上に行きます。と高校と大学にちゃんと進学して留学とかして海外の企業に行って自分の視野を広げたいです。これからも勉強頑張れるので応援してもらいたい。いつも話聞いてくれたり、塾に通わせてくれたりしてありがとうございます。これからもしっかり勉強頑張るのでよろしくお願いします。